ここからは NPO 法人日本ネイリスト協会主催によります JNA メンズネイルケアテクニックのすべてを開催いたします。テクニックを見せていただきますのは JNA 常任本部認定講師グランドマスターエデュケーターの伊藤先生です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして解説をいただくのはこちらの先生にご登場いただきたいと思います。中曽根幸子 JNA 教育委員長です。お願いいたします。皆様こんにちは。先ほどもネイル TV のところでね、これからはメンズネイルでサロンの売り上げ増やしましょうよというお話をしました。今サロンはジェル一色です。でももうすでにアクリルをやっているところ、またネイルケアを取り入れているところにはお客様が増えているという事実、いつまでもジェルだけのメニューだけではサロンはやっていけない事実、それとまた男性が非常にこの爪先、それもできる男の身だしなみとして、非常にこの指先に気を使う人が増えてきている。塗らなくてもいい、つけなくてもいい、ジェルをのせなくてもいい、手入れをしたいと、そういう方たちがたくさん増えております。ただその中で手入れすればいい、じゃあ何も塗らない、その時に果たしてプロとしてどのような技術が必要になるかというと、何にもつけないわけですから、工程が非常に、技術工程の中で非常にリラクゼーション、気持ちがいい、そして結果自分の目で美しくなっていくことが断然薄くの美しくなっていく、手入れしない方の手と比べたらかなりの違いがある、それに触れた時にメンズネイルのお客様は8割方リピーターになると、そういう現実があります。どうぞこれからサロンメニューを増やしたい、確実な根の張ったネイルサロンを運営したい、経営したいという方はぜひこのステージをご覧になって、ご自分のサロン経営のヒントにしていただければというふうに思います。現在ですね、モデルさんをしていただいているのは、今技術の方を、画面に映しますが、顔はいらないです指先だけください。ちょっと爪の状態見せていただけますか。定期的に爪に手入れをしている方、普段からナチュラルネイルの手入れをしているという方なんですが、成長具合というんですか、いい形になる工程を、記録に残そうと思いまして、左手のみですね、手入れをしているのは。で左手は右手、まず見せていただけますか。非常にこの先が広がっている男性特有なそういう爪なんですけれども、この方の年齢は初老です初老です。もう爪の状態はあまり良くなくなる、まあ始まり頃なんですね。非常に乾燥したり、男性でもちょっと手入れをしないとこういうような状態になります。こういう手で名刺を差し出すのか、名刺をもらうのか、ちょっと考えてみていただきたいと思います。左手、こちらがずっと手入れをし続けた爪です。いかがでしょうか。だけれども定期的にやっていれば、はい、ここから左手のこのような状態になったとしても、これでも爪垢がついてるんですね。それとやはり男性でもパソコンとかまたはペンを持ったりいろんなものを持つと、どうしても爪の周りの皮膚が硬くなってきます。それを一度取り除いてあげるとまた取り除きたくなる、そういうのが癖になってしまう。で同じ生活してるわけですから、やはり同じところがまた硬くなってくるというのが、このネイルのこのネイルケアのリピーター率の高さなんですね。それでは始めてください。で先ほどもメンズネイルのコンテストがありましたけれども、毎年長すぎって言ってきたんですね。コンテストだから少し長い方が形いいのかな、そうじゃないんです。やはり清潔感というのは男性のメンズネイルをするときに一番要求されること。でそれを、ファイルしてもいいんですが、まあ、カットしてしまえば、一番早く、一応爪の長さをカットして、それからこういうエメリーボードまたは、
これは金属製のファイルですね。そういったものでファイルをしていく。でそれの短いものもありましたね。であのイエローラインギリギリが一番男性に好まれる、長さなんですね。それとラウンドというよりもちょっとスクエアオフ型っていうのがちょっと清潔感のある男性っぽい指先を作る時です。でこの短いファイルはそんな短くしてしまう爪に対して長いファイルがちょっと邪魔な時があります。その時にはこういう短いファイルを使って、爪先を整えていく、フリーエッジを整えていくということになります。今日はですね、左手5本じゃなくてこれ4時までなんですね。もう30分ぐらいしかありませんので3本だけお手入れをさせていただきます。このファイルをしている時もやはり今非常にいいファイルが販売されておりまして、全く力もなくただ単に、当てているだけ、当てて動かすだけで綺麗に整っていくというね、そういうファイルもありますので、それからですね、今ちょうどコーナーのところにファイルが入っていると思います。今の角度です。はい、サイドからコーナーにでスクエア気味にというふうにファイルを入れていきます。で角はやはり落としてください。角を少し落としていきます。でサイドももちろんサイドラインって結構ザラッとしたところがありますので、そこにファイルを入れる必要もあります。それからファイルの角度は様々です。ちょっと爪の裏に入っていかないときには180度ぐらいの角度にする場合もあります。それとどうしても、一番気にされている方はシェルネイルというのはちょっとしじみがいのような形をした爪の、まあ、女性にもいらっしゃることはいらっしゃるんですが、男性の方の方が多いんですね。でもキューティクルラインの幅とフリーエッジの幅と同じなんですよ。同じなんです。ただ隠れているだけなので、これからメタルプッシャー、それからキューティクルニッパーというふうに移っていきますけれども、その工程でキューティクルラインを広く保つ、そういう技術もあります。はい、はい、ファイルが終了いたしまして、いろんなこれはいろんなやり方がありますけれども、まずはですね、一旦マニキュアボールの中に一旦浸してウェットの状態にします。それからキューティクルクリーム、キューティクルリムーバー、これはお客様の爪の状態を見て選んでください。キューティクルリムーバーは今まで弱アルカリ性、それからアルカリ性というものがありました。最近は酸性というものも出てきました。なのでお客様がどういう状態なのか、非常にもうハードスキンが硬い、または角質がべったりくっついてなかなか取れないというのであれば、アルカリ性のものを使えばいいし、それからしっとりとした状態に仕上げたいんだと、非常に手荒れが激しいので、まあ、キューティクルクリームというね、中性のものもあります。それから、少し、皮膚を柔らかくしてくれる分子量の入った、酸性のキューティクルリムーバーもできました。いずれにしても全てそれはつけたら洗い流すということを必ずしてください。で今メタルプッシャー、ちょっと不思議な形のメタルプッシャーが出てきてます。でこれはもうすでにこの角度でやってくださいという角度をずっと保てるものなんです。普通のプッシャーで、メタルプッシャーでやるときに少し角度を立ててやるんですけれども、男性 の指先って結構硬くてピンと張ってる人が多いんですね。それを力を抜いてくださいって指をこう下に向けてもまたピンと張っちゃう。その場合にもう角度が決まってるので非常にやりやすいと。でそれから、今協会では
放射状にメタルプッシャーを使ってくださいということを申し上げております。それはなぜかというと、サイドからまっすぐ上にグッと上げると非常に鈍い嫌な痛みがするんですね。メタルプッシャーは絶対強く使ってはいけない。もう本当に肘を叩かれたらポトッと落とすぐらいの力で、力というかもう本当に支えている程度の、持ち方です。もう何にも感じないぐらいです。指が上下に動いていたり押してますよっていうのが見てわかるようでは強すぎです。ほとんどの方が強すぎてるっていうのは現状です。でこれを放射状にしっかりとキューティクルラインをプッシュアップすることによってコーナーのところがしっかりとこう上に上がるんですね。そうするとキューティクルラインの幅が、取れてきます。安定した幅になります。そうすると爪のサイド両サイドラインがしっかりとまっすぐに伸びてくるというような、まっすぐに見えるということですか、広げてあげるということです。で伊藤さん、普通のメタルプッシャーを使って角度を見せてください。今まで協会が奨励してた角度はだいたい45度であっただろうと。45度ではルースキューティクルという薄皮のようなものは拾えません。ですからメタルプッシャーは立てます。もうすでにJNA の、ベーシックのテキストでもメタルプッシャーは45度以上にしてくださいと言ってます。このようにして使うともうすでにキューティクルリムーバーでふわっともう防潤して浮いてるルースキューティクルが簡単にプッシュアップできるんですね。でこのプッシュアップが完璧じゃないと次のクリーンナップのキューティクルニッパーで取るものがなくなってしまいます。ということはしっかりとプッシュアップされてないということ。キューティクルニッパーで刃先で取るときに何にも感じないということは主によくルースキューティクルがプッシュアップされてないときにそういう状態になります。これのメタルプッシャーがかなり、角度がね、これの角度でいくと指がまっすぐだと直角ぐらいに見えるんですが、指は下を向けてますから安定感があります。力が全く入ってません。触れてるか触れてないかわからないぐらいです。それとネイルプレート上にもルースキューティクルは必ずネイルプレートが引っ張って伸びてきてますから、そこからしっかりとプッシュバック、プッシュアップ、そしてプッシュアップするときは放射状というふうに力を入れない。で今日はキューティクルリムーバー、アルカリ性のものを使ってます。必ずアルカリ性のものはブラッシュダウンしてください。アルカリ性というのはpH8ぐらいから14まで指す水素イオンのpHというのは濃度です。それが、酸性の場合もまたアルカリ性の場合もありますが、石鹸でpHが11ぐらいですからかなりのアルカリです。で石鹸で顔洗ったら必ず水で洗い流すと同じように、こういうものも必ずブラシダウンをして、そして、ブラシダウンをするか、または濡れたおしぼりのようなもので拭き取っただけでももうすでに爪には何も残ってない状態です。でここで、ガーゼクリーンを行うんですけれども、このガーゼクリーンの中で絶対やっちゃいけないことがあるんですね。キューティクルニッパーと一緒に持ちました。ここまでみんな一緒なんですけれども、擦るんです。やっちゃいけないこと、これが一番痛いんです。メンズネイルでこれをやったらもうジンジンして 2,3 日この痛みが取れないっていうぐらいに、もちろん私も非常に薬指とか人差し指をこれやられたらとても痛いんですが、女性でも同じです。何度もこれを繰り返す技術、これをネイリスト協会では絶対にこれからの認定講師の教育の間でもガーゼでゴシゴシ擦るなと、非常に痛いということを本人が分かっていない、そういうネイリストさんがケアをもう一度やり直さなきゃいけないっていうのはそういうところの部分を言ってます。ガーゼクリーンはこそぎ取ったりこするためにあるものではないということ。乾燥して少し縮み上がっているようなクリクリっともう巻き上がっているような爪垢にルースキューティクルに水分を補給して広げてキューティクルニッパーで除去するというやり方です。乾燥してるとなかなか刃先でつまめませんので、
必ずガーゼは濡らしながら、そしてガーゼでウェットの状態を取り戻しながらやっていきます。それとこのキューティクルニッパーをメンズの中で一度でもキューティクルにチクッとしたら、もう手を引っ込めたまんま、もう痛かった、非常にこの男性が怖がりだというのは、こういう刃先を向けられた時に非常に手を引きます。ですから本当に見た目も安全にきちんと支えを持って、今親指が支えになってます。でちょっとの指の向こうにあって見えにくいんですけれども、サイドのところで、ハードスキンのところを取り除いたら、サイドラインにこの刃先を持っていきます。でそのサイドラインからコーナーのところに行った時に、もうすでに刃先は横を向いてなきゃいけない。そうじゃないとそのままコーナーのところをつっつくような感じになってしまうんですね。これが非常にニッパーのハンドリングがスムーズに使っているような人でもよくやります。チク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 痛いんですね。それとこのコーナーからキューティクルラインに行きます。でもすでに先ほどメタルプッシャーで全てのルースキューティクルはプッシュアップされてますから、ちょうどキューティクルの下のところが潜り込んだような形で、ちょっと膨らんだような、キューティクルがちょっと膨らんだような感じになってます。この状態で刃先は、刃はキューティクル側、刃先は下向きです。真上から刃先を当ててしまうとどうなるかというと、キューティクルを切ってしまいます。そのために、昨日のネイルケアのね、カラーリングのところでトップコートは色の手前に塗っちゃいけないんだと言ってましたけれども、この普段からルースキューティクルを、このキューティクルのところの処理がうまくいってないと、もう塗れないんです奥に。っていうのはここにキューティクルの下のルースキューティクル、爪垢を取り除いて少しの隙間を開けておく。その隙間が空いてればセルフレベリングが非常にきれいに行うことができます。ジェルを乗せても、アクリルを乗せても、それからポリッシュを乗せても、そしてキューティクルラインギリギリに塗ることができます。メンズネイルの場合はもちろん色は塗りません。ちょっとね、アーティスティックな方はいろんなこうデザインをしたり色を塗ったりしているようですけれども、今のメンズネイル専門店では色を塗らないということが、色を塗らない、またはツヤも必要じゃないという人が多いそうです。ツヤの必要な方はトップコートで出すのがまあ普通だというお話ですけれども、それもお客様の好みだと思います。先ほどきれいに、もう定期的に1ヶ月に1回ぐらいですか、お手入れしてるの、定期的にお手入れしていて、もう取るものが何もなさそうですけれども、日々の仕事はきちんとしてますので、そこにはやはり、きちんと、それから汚れもあり、爪の裏の汚れ、またはルースキューティクルというのは1ヶ月もするともうかなり伸びてるんですね。要は4分の1ぐらいのところに伸びるわけですから、そこに毎日毎日爪が生産されれば、キューティクルの裏側を通って出てくるわけですから、当然ネイルプレートには爪垢が乗っかってます。ですから1ヶ月に1回でもお手入れすればかなりのものが取れていくと。でこういうふうに定期的にお手入れされている方はキューティクルラインはきれいに保っているんですけれども、もうガッタガッタの方がいらっしゃるんです。もうキューティクルが角質状態になっている方、そういう方はじゃあ何もしないのかっていうわけにはいかない。そういう時にはどうするかというと、やはりキューティクルリムーバーは少しpH の高いものではなくて、クリームであるとか、それからその少し潤い成分の入っている酸性の、キューティクルリムーバーだとか、そういったものを工夫してそのお客様に合ったものを選びます。そしたらプッシュアップして、このキューティクルニッパーを使う段階のところで表面の硬くなったものだけ取り除いてみてください。下まで一緒に切ってしまうとどうなるかというと、キューティクル全体を切り取ってしまいます。
キューティクルの状態に見えるんだ、位置にあるんだけれども硬くなって固まってしまったものはキューティクルじゃなくて角質なんです。とってもいいんです。もうそこはもう用事がないです。その代わり歯を浮かしてその固まったものだけ除去してください。そうするとその下に新しいキューティクルがしっかりと生えてます。そこが一番大事なんですね。もうこんな風になってたら手入れできないんじゃないかしら、じゃあもう何もしないでクリームでも塗ってもらって帰ってもらうんじゃなくて、そこまでできるんです。実はただ赤切れとかそこに亀裂が入ってたり、または何かするとちょっと出血するような状態の場合でしたら、ただキューティクルクリームをつけるとか、またはお湯は何もしません。中性です。pH 7ぐらいの何にもしない、ただふやかしてはくれます。でそのような状態でニッパーを使っていく。で乾燥したまま絶対使わないことと、今盛んに、ガーゼでウェットの状態を保ちながらやってます。この刃先を部分を本当にキューティクルニッパーの刃先ってもう一番刃の先ですね、そこ以外使わないんですね。でそれを使いこなすためにはこのラインのところを刃を小さく本当に小さく開閉させながら、そこにあるところだけ見て目で見て取るのではなくて、開閉させながら往復していくんです。例えばそこに大きなね、なんかなんていうんですかね、ささくれのようなものが見え隠れしてると、それをぶっつり切っていくのではなくて、まずはそのプッシュアップしてそのキューティクルのところに押し上げたものを往復させながら歯を動かしているうちに、必ずキューティクルニッパーの刃先はそれをキャッチします。自然と大きなものから取るのではなくて、目に見えない刃先だけが感じるもの、開閉してれば取れます。それを往復しながら何度も何度も繰り返します。もう検定試験の中でもなかなかこれをしっかりやる時間がなかったんですけれども、今メタルプッシャーとキューティクルニッパーの使い方ということで、分けました。分けたというのは採点をする箇所を2箇所にしたということです。メタルプッシャーはメタルプッシャー、キューティクルニッパーはキューティクルニッパーの使い方で採点されていきます。今までその部分が一緒になってたので、どうしても検定試験の中で2級合格したといっても、そのところが他の部分で平均点が80点以上なら合格できるわけですから、他の部分でカバーしてきたので、この部分だけが使えないままに来てしまったっていうのが状況なんですけれども、もうこれを使えなければメンズネイルはできないんです。なぜならばクリーンナップが命だから、ツヤを出すことでもありません、長くすることでもありません。今日はね、コンテストでルールは、ハイシャインどのぐらいピカピカに磨けるかというね、そういう要項だったので、皆さん磨いて素晴らしいツヤを出してました。本当にこれ以上出ないんじゃないかと思うようなツヤを出してましたけれども、あれを1ヶ月に1回やったとしたらかなり薄くなります。本当に薄くなります。この今の初老のモデルさんは何回かモデルさんをやってるうちに本当に手を貸してた手が爪が薄くなってしまったんですね。もう事実薄いんです。ですからこれからは何をするかというと、歯医者院を出すのではなくて、そういうことを求めるお客様にはして差し上げてもいいですよ。ただ説明してください。じゃあ2週間後に手入れに来ますというお客様に対して、またそこに歯医者院をしたということは、一番上のツヤをピカピカ出すにはその手前のスポンジバッファであるとか、そういったものでスムーズ表面をものすごく研磨しなきゃいけないんですね。そうじゃないとツヤが出ないわけですから、かなり薄くなります。ですからそれを何回も何回も繰り返しやってると、男性でもお風呂に入ったら指が熱い、指の下ですよ、爪の下、ね、
それから手を洗ったら重たい、痛いという感触が分かってきます。そうするともうやっぱりやめようってことになりますので、ちゃんと説明して、まあ、2ヶ月ぐらいだと、そうですね、半分ぐらいまで伸びてるので、伸びたところを研磨してあげるのもいいし、今はツヤを出すお客様、ツヤを欲しがるお客様、まあ、両方半々ぐらいだそうですが、トップコート、ベースコート使いです、はい、これ3本ですかね、5本、5本でこれだけのルースキュー、ちょっと閉じてみてください。ルースキューティクルが溜まってきます。もうこの方は手入れしてる方なので大したら取れていませんけれども、まあ、初めてお手入れされる方でしたら大体1時間ぐらいかかります。で、何度かいらしてるうちに、まあ、30分、35分、30分というふうに、時間も短縮できると思いますけれども、初めてだったらそのぐらいの、ニッパーの、中いっぱいぐらいのルースキューティクルが出てきますけれども、まあ、今日は少ない方だと思います。で、今日は何仕上げにしますか？マットコートね、ツヤが出ないやつね、はい、今日はですね、ツヤが出なくていいんだっていうお客様のためにマットコート、マット、要はツヤの出ないものを使います。それとやはりツヤを、まあ、出さないからそれでいいだろうっていう、そのままですと爪のその汚れはやはり日常生活してればネイルプレートに汚れがつきますので、やはりトップコートでツヤを出す、またはツヤいらないっていうのであればマットのツヤのいらない、ない、そういうベースコートを使うという、そういうこともあります。かつて、まあ、床屋さんで男性がマニキュアをやるというと本当にピカピカまで磨くというのが普通だったんですが、今はツヤがなくてもいいですよと、仕上がりピカピカじゃないと言わなくてもいいという方が半数はいらっしゃるということです。最後のチェックのところで必ず、ウェットのおしぼりのようなものですね、そういうものでしっかりと拭き取ったらチェックをしてください。で、少し残っていればまたその部分をニッパーで取ると。同じようにプレプライマーを使って水分の除去をしていきます。これはツヤもないですし厚みもそう出ません。それと1分で乾きますので、そのまんま少し、1分程度って言ったらそんなにね、ちょっと休んでもらう程度でいいと思いますので、そのままお仕事に戻れるということです。このもし10本したとしたら所要時間なんですが、ずっと常連さんでね、定期的に通われる方と初めていらっしゃった方で時間が違います。やはり初めてですとおっしゃる方の場合はよくその中でどういうことをやりたいのか、そしてどういうことが提供できるのかということをよくカウンセリングをしてください。初めてのお客様は必ずカウンセリングが必要です。で、その中で、どのぐらいの期間、また次に来たらいいですかとか、そういうお話になると思いますが、ものすごくこの爪の形をいい形に変えていきたいと、そのぐらいの
状態の方が見えた時は2週間に1回3週間ぐらいするとまた元の状態に戻っているので2週間に1回最低3週間に1回来てくださいということになります。でそうすると同じように歯医者院仕上げができなくなりますからこういうベースコートを使っていく、それから時間が一番最初のお客様1時間近くかかるようです。というのは男性 の, キューティクルの幅というのは結構広くてそれでべったり張り付いてるんですね。で痛がりです。幅が広くてベタッとくっついてる方の場合はその日一日では全部ブッシュアップできない場合もあります。その時にはちゃんとお話をして1週間後10日後2回3回に分けてでその手入れをしているうちに非常にきれいにキューティクルラインがラインナップします。整います。そして徐々に爪の形が変わっていくなというものを実感してもらえると思います。はい、ベースコート仕上げにあともう片方の手手入れをしなかった方の手を出してちょっと比べてみてください。で寄ってください。いかがですか。右手の状態縦線が入ってますよね。縦線は爪の老化です。老化するとこうなってくるんですけれどもキューティクルの状態が悪い時でもこんな風になってきます。ですけれども左手の方常に手入れしている方はスムーズです。形も非常に違います。片方はフリーエッジの幅が非常に広くなっている片方はフリーエッジの幅がキューティクルラインの幅と同じぐらいになっているということはネイルベッドが長く見えるということです。はい、これだけの違いが出てきます。まあ、定期的にお手入れしている方の爪とそれから、まあ、これは皆さんによく分かるように参考にしていただくために、まあ、このような状態にしているわけですけれどもこれだけの違いがあるということもご理解いただいたと思います。それからこのメンズネイルを取り入れるときには今サロンにどういうふうなお写真が飾ってあるのかなというものを考えてみてください。やはりそこにはメンズというね、これからポスター作る予定でもありますがこういうお写真であったりそれからご自分のお客様のお写真を撮られたりずっと経過を撮られると思いますけれども男性が入ってきやすい、ね、ネイルアートの写真ばっかり飾ってたら男性は絶対入ってこないですからねそういう雰囲気作りそれも含めて、再来月の9月20日に20日ですよね、はい、9月20日に認定ネイルサロンの、方々に対して技術セミナーこれのこのメンズネイルのセミナー無料セミナーがあります。技術指導しますので、資格は認定ネイルサロンであること協会のホームページを通じてまた認定ネイルサロンにお知らせすると思いますけれどもまずは認定ネイルサロンでこの技術を取り入れていただいてそして、お店の、ね、なんか売り上げに貢献できればというふうに思っておりますのでぜひ、この導入をお考えいただければと思います。技術は日本ネイリスト協会、講師会、常任本部講師ですかマスターエディケーターの伊藤智子さんに、今日はデモンストレーションしていただきました。ありがとうございました。